じゃあこちらが、はい、チャレンジラボになります。チャレンジラボ、はい、元図工室なんですけれども、コネクトボードだね、コネクトボード、はいはい、はい、すいません、図工室、あー、はい、そんな雰囲気ありますね。そうですね、雰囲気そのまま活かしながら、うんうんうん、ホワイトボード全面に貼り付けて、うん、セミナーであるとか、まあワークショップができるような感じになってます。で、そういった使い方の他に、うん、メインは工作機器ですね、レーザープリンターであるとか、3D プリンター。簡単に言うとレーザーを照射して、木板とかに、うん、イラスト柄であるとかそういったものを焼き付けるもしくは切断するっていう機械になります。起業された方であるとか、そういったものを作って何かしたいっていう方々の利用を目的に貸し出してます。なんかこうチャレンジするときにね、はい、気持ちはあるんだけど、はい、ちょっとそれが実現しないっていうような時に、うん、はい、こういったものがあると、ね、背中を押してあげるみたいな、はい、仕事作り、うん、そういったものがコンセプトになっているので、はい、そういった仕事を何かやりたいっておっしゃられている方とかの手助けになるような道具というのを貸し出してます。なんかさっきペタペタ貼ってあったちょっとホワイトボードみたいなのがあったんですけど、 あ、はい、あれなんですかね、みんなのニーズをつなげるボード、はい、コネクトボード、はい、やりたい、できる、欲しいを共有してください、伝言板みたいなこと。そうですね。ちょっと包丁研ぎますって話そうなんですよ、朝まで一緒に飲みますってそんなのこともいいの？はい、特に縛りのようなものはないので、はい、これもまたこの本当にコネクトするっていうか、そうです、つなげるっていうことを、僕もなんかちょっと結婚式の司会やりますよってなった後もぜひぜひさあ続いては、はい、元図書室の、現在ブックラウンジという、スペースになっております。実際ここ図書室だったんですね。そうですね。漫画すごい、はい、漫画の図書館になってますね。79年、少年ジャンプ、アクタレジャイアンツうーん、ちょっと読んでいいですかここでどうぞどうぞ誰でも気軽に利用できるブックラウンジ、40年以上前の貴重な漫画など蔵書の多くはこのラウンジを管理する地元の漫画家小林博光さんが寄贈したもの。小林さんはこの小学校の卒業生です。どうです、自分が通った、その学校がねなくなる、でも新しく蘇った、この地区は、一区一校という特別な、この学校にある思いが、それこそ沖縄県にしてみれば首里城のようなこういう、シンボルティックな、建物だったということなので、本当にこう電気が灯ってるだけでもね、なんかみんな本当に喜んでると思います、こう人いっぱいいる会社じゃないですか。はい、こちらは田中建築さんという、地元の工務店さんがテナントで入っていただいてます。あ、完全にこれ仕事してますよっていうこの一角で、はい、飯綱町で創業し70年以上家づくりを手掛けるこの会社は2020年、事務所を移転しました。代表取締役の田中伸也さんもこの小学校の卒業生です。昔のじゃあ教室とか職員室交渉室使ってたわけですね。そうですねあの校庭で走り回ってたわけですね。そうですね。どう思います、こういう廃校になったね校舎を使って町おこしをという、この動きというのは。やっぱ地元の我々にとってもすごくありがたいことだなっていうふうには思ってますんで、さらにもっと活気が出るように何か我々も協力できることがあれば積極的にしていきたいなっていうふうには思ってます。オフィスを構えるのは地元企業だけではありません。こちらは東京に本社を置く凸版印刷のサテライトオフィス。いや本当にわけのわかんないものがこのオフィスに入ってきてしまったという感じがあるんですけどそうそう、何をされてるんですかね。
はい、我々は、スマートフォンやタブレットなどのアプリケーション開発の方を行っております。突破さて印刷業界の大手ですよね。まあ、印刷だけじゃなくてこうやって ICT の力を使って、地域課題の解決などもしております。地域課題を ICT で解決する、その取り組みの一つが2020年に行われたバーチャルリンゴ狩り。コロナ禍で収穫体験などの開催が難しい中、大阪と飯綱を結んだイベントを可能にしました。今回リンゴ農家の藤原さんにも協力いただき、当時の様子を再現しました。僕たちは大阪にいるという。そうです、我々は大阪中津に、はい、ただいま。あ、そうですか。こちらが、藤原さんがかけているスマートグラスからの映像です。あ、なるほど。今おいしそうなリンゴがなっているかと思うんですけれども、はあはあ、ちょっと食べてみたいリンゴをタッチしてみてもらっていいでしょうか。食べてみたいのはな、大阪にはこれないで、これこれかな。はい、このリンゴだそうなんですが、藤原さんどうでしょうか。それですね。あ、撮ってる撮ってる撮ってくれた。撮りました。うわ、すごい。こういった形でですね、いかにも飯綱にいるかのような目線の映像を大阪にいながら楽しむことができると、そういった仕組みになっています。すごいな。どうですか、リンゴ農家さんにとっては。すごくアナログな仕事だと思ってるんですが、そこにこういう ICT の彼らが来て、まあ、今まで見えなかったものを見える化してくれる。私はリンゴ農家なので、消費者様が見れなかった部分がすごくこう見える化になっていいんじゃないかなって思います。はい、そういうところに期待をしています。